日本語コンテッペイ、日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は夏休みの宿題とか他の宿題とかについて。はいはい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？夏ですよね。夏は長いですね。そしてこの長い夏に夏休みというのがありますね。で、まあ僕の子供は、夏休みがありますね。長くて、まあまあ実は日本の小学校の夏休みは他の国に比べると結構短いですよね。アメリカとかヨーロッパとかはもっともっと長いですよね。アジアの他の国はちょっと分かりません。まあ、今の生徒さんはやっぱりアジアの人そんなにたくさんいないんですよね。アメリカが一番多くて、その次はヨーロッパなので、僕はなぜかアメリカやヨーロッパのなんかこうこといろいろなことに詳しく なりましたけど、実はアジアあんまりわからないですね。中国とか韓国とか生徒さんが少ないんですよね。理由はわかりません。まあ理由はちょっとあるかな。やっぱりポッドキャストがあんまりこうまだまだ聞かれていないエリアとかね、そういうところは僕の生徒は少ないですよね。まあとにかく夏休みがありますよね。そして夏休みには夏の宿題がありますね。僕の子供もまあまあまあ多い宿題があって、まあそんなにまだ難しくないんですけど、まあ宿題があるんですよ。で、宿題についてですけど、まあ子どもの場合やっぱり自主的に勉強するっていうことがなかなかできないでしょ。自主的にね。あ、例えば僕は、国語が苦手だから、日本語ですね。国語が苦手だからちょっと漢字の勉強しようとか、あ、私は計算が苦手だから足し算と引き算の、復習をしようみたいな子供はいないんですよ。子供だからね。子供だからもし宿題がなかったら全然勉強しないし、まあほとんどの子供はね、例えば僕の子供みたいな普通の子供たちは宿題がなかったら勉強しないし、ゲームばっかりしたいとかね、ルールがないと、ルールや課題と言いますね、タスクですね、ルールや課題がないと子どもたちはもう楽しいことだけをしたい、ね、そんな感じなんですよ。例えば食べ物も子どもにね、好きなもの好きなだけ食べていいよっていうと、多分お菓子ばっかり食べるんですよね。野菜は絶対食べないだろうし、肉や魚も怪しいですね。あんまり食べないかもしれないですね。子どもが好んで食べるものは本当にお菓子とか、まあ、あとはマクドナルドのナゲットとかアイスクリームとか、まあ、そういうのを毎日食べるでしょうね。そうするともちろん病気になるでしょ。だから僕たち親がちょっと気をつけて、あ、それは今は食べたらダメとかね。例えば朝起きていきなり子供がアイスクリーム食べてたらやっぱり止めますよね。いや、ダメだよ、朝は卵とかパンとかアイスクリームじゃないものを食べましょうね。フルーツもいいかもしれない、オートミールとかもいいかもしれない。昼ご飯は昼ご飯をちゃんと食べて、晩ご飯も晩ご飯をちゃんと食べて、アイスクリームは多分1週間に何回か昼の時間に食べるとかね、夜のデザートに食べるとか、やっぱりちょっとルールを決めた方がいいですよね、子供だから。じゃあ大人なんですけど、大人は宿題がいるのかっていうことですよね。日本語の勉強してますね。皆さんは日本語の勉強してて、たまにですね、生徒さんで、まあまあ僕の生徒は本当に少ない、そういう人は少ないけど、今までに何回かありましたよね。先生、宿題を出してください。僕はこれを聞いた時にちょっと驚くんですよね。え、みたいな。
いや、その自分で勉強すればどうですか、ね、まず一つ目は僕が誰かの宿題を考えるのがめんどくさいっていうことと、もう一つはまあだってその自分が必要な勉強って自分が一番分かってるでしょ。僕は分からないんですよ。そのあこの人はこういう漢字を知っててこういう漢字を知らないとか、この人はこういう文法のこうまあ問題というかこう不得意なね、得意じゃないところがあって苦手なところがあってとか、そんなんは分からないでしょ僕は。じゃあ例えばですね、じゃあ僕はそう説明します。いや何が苦手かどうかが僕には分からないのでちょっと説明してもらえますか。例えば漢字はどのぐらい知ってますか、文法はどういうのが苦手ですか、いろいろ聞くでしょ。そうするとその人は答えますよね。でその後にじゃあだったらそこ勉強したらどうですかみたいな、なぜ僕が宿題を探さないとダメですかっていうふうに思ってしまう。大人だから。でこれは冷たいようで、実は僕は僕のできる最大のリスペクト、最大の尊重をしてるはず、してるつもりなんですけど、子供じゃないからね、大人だから、あんまりその子供扱いしたくないんですよね。大人だから大人のように接して自分で勉強してください、ね、もしわからないことがあったら僕に聞いてください。何でもまあ、先生という立場だから何でも僕ができることは全部手伝います。だけどいつもいつもね、いつもいつも全て受け身で、パッシブね、全て全て受け身で、私は何をしたらいいですか、次は何をしたらいいですか、次は何をしたらいいですか、次は何をしたらいいですか、全部指示してくださいね。それはちょっと大人として良くないと思いますね。子供だからね、子供だから、僕の子供にね、はい食べて、食べ終わったらはいデザート食べていいよ、そしてその後じゃあ宿題やって明日の準備して、はい終わった、全部終わった、じゃあちょっと歯磨きしようか、歯磨きして最後トイレ行ってから寝ようね、トイレ行って少し水飲む、分かった分かった、じゃあ少し水を飲んで、はいじゃあ明日問題ないね、じゃあ、ベッドに行こうね、そんな感じで全部チェックしてあげますよね。なぜですか？それは子供だからね。子供はそうやって全部チェックするんですけど、大人にそれはしたくないし、するべきじゃないと思うんですね。たまにね、そういう先生もいる。生徒を子供扱いして、一から全部指示をして確認をして、でも僕はそれは好きじゃない。それは僕の考えじゃない。そういう先生もいますよ。本当にこう言語を学ぶということは子供に戻ることですみたいなね、赤ちゃんからやり直すことですみたいな考えを持ってる先生もいるけど、僕は全然それは同意しません。僕は全然違う考えがある。大人は大人ですよ。大人が赤ちゃんに戻るわけじゃないし、子供に戻るわけじゃないんですよ。大人は大人のままです。でそのアイデンティティね、その人格というか個人を最大限に尊重して、ただその人の勉強をしたいという気持ちをね、全力で理解して全力でサポートする、それが先生の仕事だと思ってますよ。だからまあそのフラストレーションも含めてね、大人なのにもかかわらず子供、ネイティブの子供が分かるような言葉も、分からない、そこから始めなくてはいけないっていう、まあ苦しみというか、そのまあ何かある意味楽しいんですけど、ある意味楽しいんですよ本当に。何か一から学ぶっていうのは結構楽しいことですよ。僕もそういう経験してますからね。ただそれは子供に戻ることとは全然違うんで、子供に戻るわけじゃないんで、それでやっぱりその個人を尊重して、大人としてですね、扱う、大人として接する、これが僕は結構大事なことだと思ってますからね。なので宿題とかは必要ないと思ってます。自分で自分に必要なものを
見つけて準備する、そしてやる、そして続ける。でそれ自体がやっぱりとても大事なことなんですね。そのプロセスが語学学習を通してやっぱり毎日自分で計画して、まず自分で問題を探して、それにその準備をして計画して実行して継続して、そしてまた問題を探して計画してね、準備をして実行して確認して、でそういう本当に大事なことですね。大事なことをできるようになる。これが本当に語学学習の素晴らしい副作用だと思いますね。語学学習をすることによって人生にいろいろ問題あるでしょ。自分が大丈夫かな、自分は今どういう気持ちかな、そうやって分析してなんかこうフラストレーションが溜まってる、じゃあ何をすればいいか、計画して、じゃあこれが必要だ、で準備して、じゃあこういうふうにしよう、いつからしよう、今日からしようとか明日からしようとか、実行して、で継続、続けることですね。継続して、でまた問題が見つかったらそれを分析して、でそういうことですよね。人生に大事なこと、いろいろな仕事で必要なスキル、そういうのをなぜか学ぶことができる。これが語学学習の素晴らしい一つの副作用、一つのサプライズですよね。サプライズみたいなものなんで、皆さん頑張っていきましょう。宿題なんて必要ない、自分で考えましょう。というわけで、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね。